ロイドご飯、はい、の時間がやってきました、はい、ずっとベトナム続いてるじゃないですか、うん、3泊4日で行っただけなのに動画が20本すごいね、撮ってしまいました。すごいですね。でベトナムにいる間にいろいろね、うん、まあ、食べに行ったんですけど、うん、一番びっくりしたのは、うん、実はベトナム料理じゃなくてですね、うん、焼肉。え、焼肉？焼肉。ベトナムで焼肉行ったんですよ。おお。でその焼肉ね、どうしても行きたいな、うん、行きたいなっていうか、まあその美味しい焼肉屋があるっていうから、うん、まあ、どうしても行きたいって言ったらじゃあ行きますかと、うん、でまあ連れて行ってもらったんですけど、うん、またそこの焼肉がうまい。うまいんだ。うまいいいな、うんうんうん、で韓国ね、うん、この間行ったじゃないですか、はいはい、で韓国で焼肉食べ損ねたので、うんうん、ね、いろんなもの食べた、いろんなもの食べたんですけど、うん、焼肉だけ食べなかったんで、うん、ベトナムで食べてきました、はいはい、その模様を、はい、ご覧になってください、はい、それではスタート。ここほう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 、焼肉ウンサムウォンか、ハングル文字があります。サムウォンというお店です、ね、サムウォンというお店ですね、うん、そこで食べる高木です。どうも、あ、おー、おー、マリさんです。マリさん、はいはいはい、うん、まあ、こういうね、すんごい 熱量で、この熱さのあるこれ食べたくて、これ上で焼くんですよ。ハマったんだって。焼くの早く、これから見ていきますけど、めっちゃ辛いの、青唐辛子、めっちゃ辛いの、ね、青い唐辛子、これがタレなんですよ。日本で食べるタレとちょっと違うんですよね。周りはこんな感じ、すごい外で食べてるでしょ。気持ちよかったですよ、すごい。はい、もうこれ乾杯。イエーイ、ね、こんな感じでね、店の人が焼いてくれるんです。あ、そうなんですね、うん、だからね、ただ食べるだけにすることができるんですよ、うん、で、分けてくれるんですよ、店の人とね。あ、そうしない、あっという間に焼けるんです。だから喋ることにね、すごいこう熱中して気がついたら焼けてると、うん、で目の前を見るとなんか肉をこう並べてあって、うん、あと食べるだけっていうね、あ、最高、うん、もちろん忙しくなったら焼いてくれない一テーブル一人いるわけじゃないですか、こんな感じですよ。これはほんとびっくりですよ、ほんとにうまいから、うん、相当ね、食べましたね。あ、あとこれね、ビール、ビールなんだけど氷入れるんです、こっちは当たり前か、まあ、こっちはね、まあ、でもね、ビールに氷入れるのが向こうは習慣だし、ほらほらほら、こうやって分けてくれ、こうやって、うん、そう、だから目の前のやつは食べていいっていうね、ライス、ライスことでしょ。こうやってね、キムチですね、これ何ミリ、自分は食べてないないですか。あ、プロマイみたいな、これが、うん、お米、ね、こうなんか、なんていうんですか、コクって言ったら、コクの黒米に似てないですか。あ、うん、そんな感じで、これなんか麦粉のことは覚えてないんですけど、いや、ほんとね、ここのね、サムン美味しかったですよ。あ、これ一生懸命焼いてくれるんですよ、こうやって、うん、で、外で食べてるのは、煙をね、なんかもろに当ててしまう。だから、もう本当にイチオラのこの帽子がね、ホテル帰った時にビトビトでした。あ、うん、匂いつくよね。匂いつくし、油つくし、ベトベトですよね、本当に。豪快ね。ちょっと今こう、ガッと。うん、相当豪快ですよ。ほら、人が入ってくるんですよ。はい、人が増えてくると、うん、焼いてくれ、うん、気がついたら肉だけ置いたら、うん、あ、そうなんだ、うん、甘えてたらいいけど、あ、やんなきゃね、ちゃんとね、これは日曜の夜はニンニク食べないようにしてた、美味しい、これ食べてましたね、美味しかったですね。今日は M 多いでした、うん、なんかね、これはね、
なんかステーキみたいな、ね、分厚い肉を焼いて後で食べてる。またこれうまい、うまいんだ。めためたうまい、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 肉厚だね、うん、幸せですよ。そうなんだね。外でで風向きが良かったら、風向きが悪かったらもろにずっと自分の髪かかってるんで、もう本当に大変ですよ。これがタイガービル。タイガービル。シンガポールのビル。面白いですね。まあ、定かじゃないですけど、うん、タイガービル。もう完食です。はいはい。みんな満足そう。お腹減ってきたね、ミサね。タレの味とか ね、 あのタレがちょっと変わってたね。タレがね、なんか日本のタレに慣れてるじゃないですか、うん、あのちょっとなんですか、こうああいうネトッとした感じじゃないね、粘性のない、ね、うん、タレに慣れてるんだけど、うん、むちゃくちゃうまいんですよ。へ、むちゃくちゃうまい。いやいや、メタメタ美味しいんですよ。メタそうなんや。でもなんかいっぱいこう、野菜とかフルーツとか入ってるね、うん、ねえ、何が入ってるのかちょっとわからないんですけど、最初味噌かなと思ったんですよ。でも味噌じゃなくて、味はしっかり焼肉のタレの味でした。へえ、うん、またね、この店には行きたいなと思います。そんなに美味しかったね。美味しかった。ここがね、うん、今回ベトナム行った中でね、はい、ナンバーワン、ナンバーワンいただきました。焼肉がナンバーワンになるとは思わなかったけど、そうだね、俺も思ってなかった。マジな話で、だってスペイン人もね、うん、日本来ると焼肉焼肉言ってますからね。言ってるよね、うん、焼肉ってもしかしたら世界最強の料理かもしれないです、うん、多分焼肉が世界最強の料理になる日は近いような気がしてきました。と、うん、いうことで、はい、今回はベトナムの焼肉屋サムウォンさんを紹介しました、うん、はい、はい、ここまでご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。それではまた、イエーイ。